胃病患者小児科病棟2続きからやっていきたいと思います。続きから行きましょう。で、今回はデクスター視点に切り替わっておりますね。いやー、マーシーの過去見たとき結構きつかったよね。父親にただ普通に抱きついただけで父親が目の前で爆散っていうか死産しちゃうっていうか、圧死なんだろうね。すごい勢いでガッてやられてバーンって爆発しちゃったって、結構想像すると恐ろしい光景ですよね。はい、まあ行こうか。これナースステーションそのまま向かっちゃっていいのかな。デクスター足早え、まあ、両思いの、あれ、なんかみんなでピアノ弾いてる。キティもいる。やあキティ、かわいい。最近ご飯の種類を変えてみたんだけどどう？口には入っているかい？そっか、よかった。じゃあまたね。普通に会話できてる。何してんの3人は。そうそう、上手だねリリー。本当にピアノ教わってる。もうこの曲は完璧に弾けそうよ。お、じゃあ弾いてみる。よーし。キティ困ってるって。猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、踏んじゃった。すごいすごい、完璧じゃん。ゼノ、教え方が上手だったよ。ほんと？ここから出たら音楽の先生になろうかな。じゃあ勉強も頑張らないとダメね、ゼノ。やーめた、おーい。っていうか、キティがいるのによくその曲弾いたね。焦ってたよ、キティが。もう元気そうで何よりだ。じゃあマーシーに会いに行こう。いや、まさかマーシーの兄弟が生きていたとはな。伝えてあげたいよな。あれ、サリバンもいる。どうした？また侵入しようとして失敗したんですか？何やってんの、サリバン。うむ、まさかあんなに強力な防御システムとは思わなかった。我が輩が入れないとなると誰も太刀打ちできんだろうな。何の話？サリバンったら研究施設に侵入しようとして何度も失敗してるんですって。懲りない人ですわ。心配だもんな。ああ、うん、やってそうだね。でもデクスターもきっと同じ立場だったら同じことするし、マーシーも同じ立場だったら絶対同じことするよ。スージーは大丈夫なのだろうか。何かひどいことをされているのではないか。今はとりあえず救われてる。スージーがここを去ってから3週間ほどでしょうか。連絡を取れないのは正直心配ですわ。やはり止めておくべきではあったか。あんたは本当に心配性だよね。まあ今回ばかりは僕も心配だけどさ、我が輩は保護者だぞ。当然心配もするだろう。思ってたんだけど、その保護者の設定はいつまで続けるつもりなんだい？設定？保護者は設定ではなく揺らぎのない事実である。え？ああ、本気でそう思ってるのか。難儀だな。この人昔からこんな感じですから。無論君たちの保護者でもあるぞ、パパ。ああ、はいはい、感謝感謝。スージーもサリバンのこと好きよ。あなたは昔からスージーに対して異常に過保護ですけど、本当にそれは不正なのですか？ん？そうでなければ何だというのか。まあそう思い込んでいるところが一層すがすがしく、たちが悪く気色の悪いところですけれど。すごいディスってく。あのな、さすがに悪口を言われていることはわかるぞ。さあ仕事しよう仕事。そうですわね、勉強ができても地頭がアンポンタンではお話になりませんわ。アンポンタンとか言われてる。失礼すぎるぞ。お、二人も来た。ああ、サボってる。サボっているわけではない。世間話をしているだけである。それをサボってるって言うんだよ、人間界では。チェック終わったよ、今日も問題なし。うむ、ご苦労であった。だ、そうだよ、前回マザーが、そうだよ、マザーベルが出てきてたんだよ。あれ、マザーベルだったよね、前回。忘れてた、忘れてた、俺。まあいや、今はこの状況を楽しもう。仕事も終わったし、今日はもう帰るとするか。はーい、じゃあね、マザー、マーシー、デクスター、また来るからね。気をつけて帰るんですよ。せっかくだし、夕飯食べていけば。仕事終わったんなら暇なんでしょ。え、食べたい。俺も食べたいな。デクスターの作った温かいご飯って入院中は食べられなかったから食べてみたい。あ、そうだよな、溶けちゃうもんな。では我が輩は先に帰るか。済んだら連絡してくれ、迎えに来るから。食べていけばいいだろ。なんか食べれないらしいよね、人間界の食べ物。あのデクスターが死神様に優しくしてる。いいのか、迷惑では。
無理にとは言わないけど。まさか、ぜひいただいていこう。遠慮してるだけだった。じゃあ今日はみんなで夕食ね。楽しみ。てるてる。なんかちょこちょこおしゃれムービー追加されてるんですけど。で、ここに来たと。マーシャル、あの事件のことを知らないとは言わせないわ。なぜ彼女がここにいるの？まあ、デクスターをあんな風にした張本人だしな、許せねえよな。もちろん存じ上げています。知った上で今回のプロジェクトには彼女が必要になると。散々研究してたしな、マザーベルも。僕たち専門家で話し合って判断したんです。だから、一時的に出てきてもらったのです。だよな。久しぶりですね、スージー。ちゃんと白衣着てる。スージー。先ほども申し上げた通り、100% の命の保証はできません。これから行われる実験は、あなたの体を使って行う。危険な人体実験です。それはご理解いただけていますね。わかってる。あなたの症状は、体がバラバラになるというものです。場合によっては外して、切って、縫ってという作業を、繰り返すこともあるでしょう。研究員の中には外科医ももちろんいます。ただその研究員ができるのは、あくまで奇病患者ではない場合の通常の処置です。ああ、そういうことか。スージーの体を確実に縫い合わせるためにマザービルが来たってことか。あなたの体の縫い方は特殊です。僕らではうまくつなぎ合わせることができないんです。見たところ、あなた自身ですら自分の体の接合は苦手ですよね。左腕はここに来てから自分で処置しましたね。わずかにですが、関節の動き方が鈍いです。よく見ているのね。その通りよ。あの研究員たちに体を触られていた頃に無理やり外されてしまって自分で縫い付けたの。そもそもマザーベルが病棟を去ってからの私自身の体の修繕は未完全のものばかりよ。なかなか他人にするのと同じような処置は自分自身ではできないわ。彼女は滞在人です。それは我々研究員も理解しています。それでも彼女が持つ技術は本物です。もちろん工学のために僕たちも学ばせてはいただきます。しかし、とても一朝一夕で取得できる技術ではない。それはあなたが一番よく知っているのでは。しかも目が見えてないわけだしね、マザーベルは。ええ、ずっと隣で処置を見ていた私ですら、未だにマザーベルの技術を超えることはできていないもの。縫うことができないと、そもそも切って外しての実験ができないんです。分かっていただけますか、スージー。何をするにも、万全の体調でなければいけないものね。いい結果を導くためにも、分かったわ。はい、ありがとうございます。短い期間ですけど、またよろしくね、スージー。全然反省してないでしょ、この人。ええ。このプロジェクトが終了次第、再び監獄へ送り返す約束です。死神局との契約ですので、必ず守っていただきます。心得ているわ。罪滅ぼしのつもりで協力させてもらいます。なんか全然ね、後悔してる雰囲気ないよな。じゃあ早速なんですが、それでこの BGM？ スージーにはちょっとお願いがありまして、いや温度差。何？私にできることなら引き受けるけど。ほら、僕って昨日帰ってきたばかりじゃないですか。あなたとお会いしたのも昨日が初めてでしょ？そうね。でしょ？なので僕はまだあなたの体の状態を把握できていないわけです。資料こそ拝見しましたが。なのでスージーの体がどんな感じで外れるのかを見てみた。あ、ではなく確認させていただきたいのです。研究者として、エゴ出しまくってる。見たくてしょうがないんだな、もう。ああ、まあそうよね。大切なことだわ。腕でいいかしら？せっかくなら頭が外れているところだみたいな。わがままだな。ああ、すごく嫌そう。嫌なら腕で我慢しますよ。いいよ。助けてくれたし、見たいんでしょ？あくまで研究のためです。見たいとかそういうのじゃないです。断じて。そこまで言い切る方が逆に怪しい。はい。じゃあここを持って。こうですか？ポコって取れるの？うん、そんな感じ。そのままゆっくり引っ張って。取れたで喋るの？こんな感じよ？なんで喋れるの？もうどういう構造なの一体？マーシャル？
落とすな落とすな。うわあ、グロい、無理だー。失礼すぎる。人の頭をもぎ取っといて、ちょっと失礼します。あいつ失礼すぎだろ本当に。頭取りたいっつって取ってグロいっつって逃げてったぞ。なんなのあいつ。いや本当にデリカシーのない人ね。戻してあげるわ数字。本当にもう縫ってもらわないと。コーン失礼しました。いや本当失礼だよ。失礼すぎるでしょ。あんたが見たいって言ったからこっちは痛いのを我慢して外したのに。しかも落っことしたし、申し訳ありません。でもね、人間の頭が生きたまま外れてるんですよ。そりゃあああなりますって。ああ思い出したら気分が。うう、やめろその涙。マーシーと同じ顔のくせに中身が違いすぎるわ。殺意すら湧いてくるわ。あんたに彼女ができないのも納得ね。はっきり言われた。違います、できないんじゃなくて作ってないだけです。悲願でる。いいえ、できないだけよ。デリカシーのかけらもないもの。まあ落っことしたしな。いいんですよ別に恋人なんかいなくたって。あんなもんいたって研究の邪魔になるだけですからね。すごい、ここまで吹っ切れてると。僕は研究と共に生きて研究と共に死ぬんだ。はく、態度がでかくなってる。ちょっと可愛いと思ってたのに中身が全然可愛くない。可愛いと思ってたんだ。あのそろそろ実験の方に移った方がいいんじゃないかしら。なんか楽しそうで何より。うん、あの暗い雰囲気から一気に楽しい雰囲気になった。2週間後、なんかいい結果は出たか。こっちか。あら、デクスターが来ませんね。また遅刻かしら。病んでるんじゃない。僕見てこようか。いえ、私が見てきますから大丈夫ですわ。ありがとうございますゼノ。では皆さんはいつも通り診察をお願いしますね。はーい。さて、では行きましょうか。デクスターの様子見に行きましょう。病んでるんじゃないこれ薬で。大丈夫か。おい。へい、キティ。あ、かわいい。ごきげんよう、キティ。みゃうみゃう。かわいい。にゃんにゃん。めでてる。なんておっしゃってるのでしょうか。さっぱりわかりませんわ。悲しい。ちょっと最後悲しいこと言ったな。みんなの部屋は入れない。オッケー。デクスター呼びに行こうって。なんか、奇病がさ、こう進行しちゃって部屋食い荒らしてないかな。大丈夫かな。デクスターどうかなさったのですか。具合でも悪いの。なんかあるなこれ。いや大丈夫だからほっといて、後で行く。ん、入りますわよ。ダメ、入ってこないで。でもとにかく入ってこなくていいから。何かあったねこれ。先に返しに行った方が良さそうですわね。終わってからまた来てみましょうか。デクスター、また後で来ますね。来なくていいから。いやー、なんか嫌な予感するんだけど。おい、出てこい。ノックしたら開いたりとかしないか。なんだなんだ、やっぱ食べちゃったんじゃないか、なんか自分の手とか。嫌な予感する。おい、クリス、早くデクスターのところ行ってあげたら？あなたは何でもお見通しなのですね。みんなの頭の中がうるさいせいだよ。ほら、もう行って。はい。これ何？行っちゃっていいのかな？頭の中もうデクスター、デクスター、デクスターでいっぱいなんだな。大丈夫かしら？デクスターは本当に大丈夫なのかしら？みたいな。あ、でもダメか。怖い。やめてよ。バッドエンドはダメだって。ハッピーエンドで終わってくれ。はい。キリンさんみたいで可愛いですね。いちいち褒める。そんなこと言うのマザーマーシーくらいだよ。趣味悪っ。そんなこと言わないでくださいな。いやいや、まあいいけどね。なんか好きになる人のタイプも変わってそう。言われた。そんなことないですわよね。いや、僕にはわからないよ。まあ、デクスターもなかなか特殊だしな。なんかテオが変な本を勧めてくるよ。もうあれだ、ハマっちゃった。ハマっちゃったんだ。本当に面白いんだっては。いや、タイトルがめっちゃつまんなそう。一回読んでみればいいじゃん。僕読書好きじゃないし、いいよ別に。なんだよトマト探偵ケチャップって。ほら、布教してる、布教してるよ。もうすっかりハマっちゃってんじゃん。本当に面白いのこれとか言ってたのにハマっちゃってんじゃん。マザーマーシーどうしたの。いえ、みんなの様子を見て回ってるだけですわ。そうなんだ。そういえばさっきデクスターと廊下ですれ違ったんだけど、顔色あんまり良くなかったよ。大丈夫？
わ、なんか異常事態な予感。大丈夫だと思いますわ。彼はクマができやすい体質なの。そうなの？それならいいんだけどな。デクスター、一体どうしたの？俺はもう気になる。それとも研究に明け暮れてんのかな？みんなの奇病を治すためにデクスターもまた進めてるのかな？あ、マザーマーシー、ルーカスは大丈夫そうよ。大丈夫か。まあ、エドも今結構やばいかんな。あ、ここにいた。ねえ、マーシー、マーシー、その方の怪我は治らないの？え、まだ治ってないんだ。怪我は治っているんです。ただちょっと傷跡が大きくて、恥ずかしいからこうしているの。デクスターに処置してもらったから取らないでいるんだな、これ。ごめんなさい、私。あらあら、いいんですよ。何も気にしておりませんわ。ひどい怪我だったの？ほんの少しね。でも大昔の怪我ですから、あまり覚えていないんです。そっか。これ以上あなたの体が傷つきませんように。まあ、ありがとうございます。ほうってあれか、前からあるやつのことか。ん？マザーマーシー、元気ないね。そんなことはありませんわ。一発でバレてる。そう？無理しないでね。ああ、マザーマーシー、ウィス。痛そうですわね、ロビン。ん？慣れてるから大丈夫だって。そう？だって痛いのが当たり前なんだもん。これが私の普通なの。お薬完成できるよう頑張りますね。うん、期待してるからね。どうやったら抑えられんだろうな。まあ、遺伝子をどうにかしなきゃいけないんだもんな。お、マーシー、こんにちは。ごきげんよう、ビクトリア。お元気ですか？ええ、バッチリ。それはよかったですわ。マーシーと話してると、のほんとして落ち着くわ。よく言われない？そうですか？もう少しキビキビ動いた方がよろしいのかしら。やら、そのままのマーシーでいてほしいわ。可愛くて素敵よ。あら、ありがとうございます。私、そろそろ行きますわね。ええ、またね。バイバイ。あと二部屋か。エミリー、進行してないか、病気は。あ、マザーマーシー、あのね、あのね、聞きたいことがあるの。なんだい？あ、でもあれか、エミリーを新薬が完成すれば、その白骨は、どうにもなんないけど、止めることはできるんだもんな。まあ、どうなさったの？マザーマーシーは、デクスターの右側を見たことがあるの？ええ、ありますが、どんな感じなの？かっこいい？さあ、どうかしら。ええ、教えてよ、マザーマーシー。気になるわ。すっごい恋する乙女、エミリー。だって人の周囲はその人の好みによるではありませんか。難しいですわ。じゃあマーシーから見てどう？私から見て、そうですね。麗しいお顔だと思います。大好きじゃん。やっぱり、いいな。私も見てみたい。そういえば右目の色も違うって言ってたわ。どんな色なの？そうなの？確か、赤っぽかった記憶があります。私の目の色に近いかしら。へ、お揃いなのね。素敵。あまり目のことはデクスターに聞いてはいけませんよ。怪我の影響で彼は右目の視力がほとんどないんですから。あ、そうだったの。そうだったの？気をつけるわ。まあ、エミリーは優しい子だからな。そういうのちゃんと気使ってくれる子や。はい。はあ。あなたがため息なんて珍しいですわね。うん。あのね、スージーが行ってしまってから関節が動かしにくくなってしまったの。あれりゃ、まあ、しょうがねえよな。まあ、デクスターの処置ではダメなのでしょうか。デクスターはちゃんとしてくれてるわ。でもやっぱり同じ奇病だったから、どう縫えばいいかをスージーは感覚で分かってたんだと思う。辛い思いをさせてしまってごめんなさいね、ミーシャ。辛くなんかないよ。スージー早く帰ってこないかな。ほんとそれ。きっともう少しですわ。それまで頑張りましょうね。うん。まだかかるよな。最初の2週間が意味のない実験だったかんな。ギル。うわぁ、急に内臓。あらあら。ごめん、マザーマーシー。何を謝ることがありますか？気になさらないで、ギル。ここの看護師さんはみんな優しいよね。スージーは治療が荒かったけど、でも優しかった。ここに来るまで、気持ち悪い気持ち悪いってみんなから言われてたんだ。ここに来てよかった。それはよかったですわ。何かあったらすぐ呼んでくださいね。うん、ありがとう。まあ、これで一通りみんなには話したかな。ギルのな、溝落ちにいきなりパンチの時は結構好きだな。面白かったわ。じゃあデクスターどうなってんだろう。なんか奇病進行してんじゃねえのか。やっぱり不安なことをするんじゃない、デクスター。デクスター、私です。やっぱり一度入りますよ。入ってくるなって言ってるだろ。でも、
入ってくるな。これは気になる。やはり様子がおかしいですわ。入ろう。具は入んなきゃダメだよ。ほら。え、テクスト食べちゃったんか、左手。入ってくるなって言っただろ。手が、待っていてください。すぐに手当てを。いいって、お願いだからほっといて。でも、いいって言ってるだろ。出て行けってば。どうしたん、デクスター。左手ってもう足りない手だよね、確か。どうしよう。ここまでひどい発作は、あの時以来だ。薬が効かない。とにかく、他の人に被害が出ないようにしなきゃ。お、ちょ。救急セットを持ってきましたわ。って、出してくださいな。ねえ、本当にいいから出て行って。デクスタ、手を出して。出て行けって、デクスタ。やばい、食べられるってことこれ。デクスタ？美味しそう。はあ、そんなに死にたいの、マーシー。これバッドエンドもしかして。いえ、そういうわけでは。また僕に食べられてもいいの？あ、頬の傷ってデクスターに食われた傷なのか。デクスター、あの時だって、今だって僕は忠告した。今回はその顔や首周りの怪我だけじゃきっと済まないって、自分でわかるから。あ、マーシーの傷ってそういうことだったんだ。デクスターが噛みついたりした後なんだ。なのに君が入ってくるから。私を食べたいの？ねえ、食べたいの？デクスター。食べたいのなら、どうぞ召し上がってくださいな。そうですわね。私は顔が丸いので、頬はきっと美味しいですよ。ああ、でも以前召し上がっていましたね。そうだったんだ。女性は男性よりも全体的に柔らかいので、どこを食べても美味しいのではないかしら。やめろよ。でも一つ約束してくださいね。お食べになるなら、残さず召し上がってくださいね。私、食事を残す方はあまり好きではありませんので。なんかデクスターに食われるならそれもまたよし、みたいな感じになってる。ちゃんと味わって、最後まで残さず召し上がってね。やめろって。あなたに食べられて死ぬのなら、本望ですよ、デクスター。やめろってば。食べたいわけ、ないだろう。食べたいわけないじゃないか。石だって木だって金属だって体だって食べたくて食べてるわけじゃない。でも食べなきゃおかしくなりそうで気が狂いそうで。あら、でしたらなおさら食べなくては。今は自分自身を食べても収まらないのでしょ。そんなことできないから出て行けって言ったんだ。なのに。でも放っておくなんて私にはできませんわ。苦しんでいるあなたを放っておくことなんて。もういっぱい苦しんだから助けたいんだよな。全身を食べるのが嫌なら、あなたと同じように腕だけでも召し上がってみては。あなたは左腕がないから、私の右腕を召し上がってね。そうすれば何かあった時に足りない部分をお互いに補えますからね。協力できるわ。歪んだ純愛だぜ。肥沃の鳥。え？東洋の牛に出てくる鳥だよ。雌雄それぞれが目と翼を一つずつ持ってて、片方の翼だけじゃ飛べないだろ。だから2は一緒じゃないと飛べない伝説の鳥。ああ、ありましたね。何だったかしら。ああ、そうですわ。天にありては肥沃の鳥となり、地にありては、あら、何でしたっけ。ダメね、私としたことが。幼い頃に実家の書庫で読んだ記憶があるのですけれど。東洋の島で知ってるんだ。相変わらず博識だね、君は。あなたには負けますけどね。その鳥のようになれますか？どうすんだこれ。私はそうなれることを望んでいますよ、ずっと。おお、耐えた。食べないの？食べないよ。この先私を食べられる機会は
そうそうありませんよ。はは、そんなチャンス、いらないな。ふふ、そうですか。すごい、病気跳ね返した。おお。ある意味、デクスターの一番の治療薬ってのはマーシーなのかもしれないな。発作、収まったみたいだ。気持ちいいっつうか、本当精神的な問題なんだろうな、奇病って。なんかこういうの見ると。なんか誰かを支えてくれる、なんつうんだろう、支えてくれる人がいるのが一番の治療薬なんだろう。って気がした。そのようですわね。よかったです。ねえ、何ですか？食べていいって、本気だったの？もちろんですわ。やっぱりお食べになりますか？食べないってば、よくそんなこと言えるよね。怖くないの？怖くありませんわ。あなたと出会ってからの、あなたと出会ってから、この方一度も怖いと思ったことは、ありませんわ、デクスター。それに、ニュアンス的には、食えるものなら食ってみろ、ですから。あれ以来私が一度でもあなたに力負けしたことがありまして、あの頃よりもパワーアップしてるんですよ。怖い。最終的には暴力で止めようとしている。はは、まあでも本気で食べられていいって思ってそうだけどな。テクスト？いやー、はは、そうだよね。違いない。うん、君は強いから。そうですよ。あなたの発作を止めるのだって、この通り朝飯前ですわ。うん、うん、そうだね。だからね、大丈夫ですよ。今度何かあった時は、差し違えてでも、ちゃんとあなたを止めてみせますから、ね。うん、ありがとう。さて、では手当てをしましょうね。服も着替えなくては。あら、口も少しほどけていますね。縫いましょうね。あらあら、結構食べてしまったのね。3センチくらいかしら、結構食ったね。また不便になっちゃうな。お手伝いしますから大丈夫ですよ。うん。口縫っても発作が出たら食べてしまうのでしょ。もう縫わなくてもいいんじゃないかしら。ずっとこうしてるし、多分落ち着かないから、じゃあ縫うか。痛くないんかなってか、食べた後。そうですか？あなたがそう言うなら、そうしておきましょうか。マーシーに縫ってほしいんじゃない？お気になった。では私は仕事に戻りますわ。あなたは休んでいらしてね、デクスター。マーシー、僕も君とそうなれたらいいと思ってるよ。デクスター、愛し合ってる。でも分かってます。今はまだその時ではありませんわ。数字を待ってんだよな。そっちか。うん、罪を償ってここから出た時、そうなれたらいいなと思う。私もです。でもきっとなれます。スージーも今頃きっと頑張ってくれていますし、私たちも研究を続けるのですから。うん、だからそれまで待っててくれる？もちろんですわ。ラブだ。ではまた後でね、デクスター。愛の告白しちゃったやんこれ。マーシー今相当顔赤面してるよ。出たら薬作り直さないと。大丈夫だ、僕はまだ大丈夫。ありがとう、マーシー。照れてんだろ。あら、手が震えていますね。さすがに少しびっくりしましたわ。怖かったんだな、マーシーも。それでもずっとデクスターのことを思ったんだな。お、マザーハンナ、初めて会った。いい、マーシー。デクスターは今体調が悪いの。だからね、今日はお部屋に入ってはダメよ。今は他の部屋が埋まっていてどこも空いてないから、今日は私と一緒に寝ましょうね。わかりましたわ。では後で私の部屋にいらっしゃいね。あ、これで入っちゃってほっぺ食われたんか。ちょっとお顔見るくらいいいですわよね。トラウマになってるやん。鍵？どうして？えい！ぶっ壊した。デクスト。マーシー、大丈夫ですか？お、ひょっとして風邪ですか？それくらいでしたら一緒にいたって構いませんのに、ね。お願い、マーシー、出て行って。どうしてそんなことをおっしゃるの？まずいまずい。やめて、僕に近づいちゃダメだ。だって、お話ししたいんですもの。
お願い、今すぐ出て行って、マーシー。ねえ、嫌ですわ、心配なんだもの。ね、いいでしょ。あ、これで食べられちゃうんだ。ダメ、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 絶対にそんなことしちゃ。デクスタ、どうなさったの？マザーハンナを呼んだ方が。食べちゃ、あ、ダメなのに。あ、これで頬の傷が。あ、美味しいな。怖かったの？らしくありませんよ、マーシー。まあ、いきなりかじられたらそれはトラウマになるわな。それとも、求めてもらえたことが嬉しかった？どっちもありそう。でも、食べられてもいいのは本心だったの。好きやん。マザーマーシー、何してるの？デクスターの様子を見ていたのよ、エド。彼は元気ですよ。心配いりませんわ。別にデクスターの心配なんかしてないけど。そうですか。診察は済みましたか？私もすぐにナースステーションへ向かいますね。わかった。じゃあ先に行ってるからね。どうなんだろうな。子供たちはやっぱデクスターに対してはあんまり好意はないのかな。こればかりは仕方がないですね。ああ、やっぱそれっぽいね。まあ、子供たちからしたら許せないよな。友達奪った人としか認識してないだろうし。ゼノとかはどうなんだろう。リリーとかも、いくらどんな理由があったとしてもな。難しいな。でも、ここにいる子たちはみんな、友達のためならきっと、容赦ないことしそうなんだよな。みんながみんな大切にしてるからやっちゃうんだよな。はい。みんないる。皆さん今日もお疲れ様です。何か異常はありまして？特になかったかな。みんな元気そうだったよ。ええ、私も同じよ。エド、どうでしたか？え、ああ、大丈夫だったよ。デクスターの薬のおかげで元気になる子が多くなったよね。やっぱりすごいね。ああ、やっぱエドはやっぱ許せないと。何も問題がないようでしたら解散にしましょうか。お疲れ様でした。はーい、じゃあ部屋に戻ろっか。そうね。何か言いたそう。エド、行かないの？なあ、僕ちょっとマザーマーシーに勉強のこと聞きたくて、先に行っててくれる？そう？じゃあリリー、先に行こうか。ええ。また後でね、エド。うん。何かありそうな予感。さて、わからないのはどの分野かしら？薬学でしたら、デクスターの方が適任なのですが。勉強のことではなさそうですわね。どうしてみんな、デクスターのことを許せるの？まあそうだよな。やったことは大罪人だからな、本当に。デクスターが何をしたか、覚えていないの？てかそうだよな、エド自体はデクスターに襲われて殺されかけてんだもんな。僕は許せない。けどみんな、ゼノもリリーも、テオもレイラーも、ビクトリアも、スージーも、マーシーだって普通に接してる。僕がおかしいの？僕がデクスターを許せないことがおかしいのかな？エド。何？あなたは一つ勘違いをしていますね。私はあの日から、一瞬でもデクスターのしたことを許したことはありませんわ。一度も一瞬たりともありませんわ。じゃあどうしてそんなに普通に接していられるの？彼の覚悟を受け止めるためです。デクスターに死刑判決が下っていたことは知っていますね。うん。ではなぜデクスターがここに戻ってきたのかは知っていますか？なんでかは知らない。死神様がデクスターを助けるために死神局の偉い人にお願いしたんでしょ？いいえ、違います。サリバンはデクスターを助けるために彼を監獄から出したのではありません。じゃあ、どうして？
サリバンがデクスターを監獄から出したのはこの病棟のためです。そして何より私のスージーのために彼を監獄から出したの。マザーベルとデクスターが去った後のこの病棟、いえ特殊病床病棟は悲惨でした。院長もなかなか決まらず、各病棟同士全くまとまらなくて、外部からの人員支援があるはずもなく、みんな自分たちの病棟のことで手一杯でした。何よりここを奇病患者小児科病棟は、子供たちがみんな心に深い傷を負っていました。あなたもそのうちの一人でしたね、エド。私とスージーは通常業務に加えて、慣れない市長と補佐の業務を兼任、そして何よりも子供たちの心のケアに追われていました。日々が過ぎていくたびに、私たちの心は死んでいきました。だって私たちの心のケアはしてくれる人がいなかったんだもの。あの時ばかりは命を絶とうかと思った時がありましたね。マーシー、あ、泣き出しちゃったよ。いやですわ、もう終わったことですのに、私ったらそんなに頑張ってたんだな。とてもとても辛かったの。ろくに睡眠時間も確保できませんでしたし、食事も喉を通ってなくれなくて、何よりもずっと一緒にいたデクスターに死刑判決が下されたことに耐えきれなかった。それほどの罪を犯したことは理解しているのです。それでも、いざ大切な人の死が確定したことを受け入れることは、まだ未熟だった私たちにはできなかった。私たちの命を守るために取った行動で、結果的に彼が死ぬことになるなんて。ある日サリバンが来てね。あの人のあんな顔、後にも先にもあの瞬間だけでしたわね。ナースステーションへ入ってきた途端に真っ青な顔になったの。あの死神様が？どうして？おそらくですが、明らかに正常ではない私とスージーを不審に思って寿命を盗み見たのでしょうね。ああ、そうなんだ。だってその日死ぬつもりでしたから。サリバンが偶然来たその日にね、もう耐えられなかったの。ここから逃げることができたならもっと違う選択をしていたのでしょうけれど、逃げられないんですもの。ごめん、今区切りどころ悪かったしゅんや。たまたま寿命を見たらもうやべえと思って焦ったんだ。じゃあ、おい、血迷ったことを考えるのではないぞ。じゃあどうすればいいの、私たち。デクスターは私たちの命を守ったことによって、結果的に自分の命を失うことになったのです。私たちのせいで。もう何もわからないの。確実に逃げるには、もうその選択をするしかないの。死にたいの。スージー、どうしてこんなことになってしまったの？こんなことあったんだ。我が輩が、なんとかする。なんとかするから、頼むからそれだけはやめてくれ。もう何も考えたくないの。頭がおかしくなりそうなの。こんなに辛いことあったんか、俺の知らぬ間に。どうして私たちが生き残って、デクスターが死ななければならないの。どうして、どうして死なせてくれないの。頼む。デクスターが守った命を捨てないでくれ。助けて、サリバン。助けて。それでサリバン頑張ったんだ。その後しばらくしてからですわ、彼がここに戻ってきたのは。サリバンが説得したのでしょうね。私たちの状態を話したのか、どのように説得したかは分かりません。いや、話してないよサリバンは。あくまでやっぱ裁かれなきゃいけないってことは分かってるから、あの二人のためだけに出てこいとは言えなかったんだよな。だって二人とも何も教えてくれないんだもの。男同士の秘密というものなのかしら。まったくサリバンには世話になりっぱなしですわ。おかげでデクスターはここに戻る選択をしてくれたの。僕には死刑を回避できてラッキーだったとしか思えない。あのね、エド。生きることはね、時として死ぬことよりも恐ろしくて残酷で辛いことですよ。デクスターの場合は
おそらく死んだ方が楽だったはず。そして彼もそれを望んでいたと思います。彼が戻った直後の患者の様子はあなたもよく知っているでしょ？うん、よく覚えてる。彼を見ただけで泣き叫ぶ患者もいました。過呼吸になる子もいましたね。まあそうだわな。私とスージーも初めはどう接すればいいのかわからなかったわ。戻ってきてくれて嬉しい気持ちと、それを手放して喜べない気持ちがせめぎ合っていました。だって私たちがデクスターと仲良くしていたら、子供たちはどう思うと思いますか？逆らえなかったとはいえ、あの子たちの友達を殺めた張本人ですから、いい気持ちではないでしょう。患者はとても辛かったことでしょう。そしてデクスターも辛かったと思います。知っての通り、過去のフラッシュバックのせいで発作が起こることもたびたびありましたね。それに、奇病も発作も。ああ、ごめん。どうしたの？いえ、何も。そうだよな。奇病の発作もとうとうまた、今まで止まってたのに薬が効かなくなっちゃったんだもんな。それでも彼はここに戻り、そしてとどまり研究を続けることを選んでくれました。それが彼の覚悟です。私とスージーにはそれを受け止める責任があるのです。子供たちに恨まれたとしても、蔑まれたとしても、私とスージーはデクスターと共にあります。そうすることでしか、助けていただいた恩は返せませんもの。あ、こういった経緯があるから、スージーもまた余計にベルを許せないんだよな。でも僕にはそんな責任はないよ。そうでしょうとも。だからね、許せなくてもいいんですよ。そのまま距離を置いてずっと過ごすことも一つの手段でしょう。あなたが決めるのよ、エド。僕が？デクスターをかばうことが私に許されるのなら一つだけ言わせてください。彼なくしてこの病棟の再建は不可能でした。私から言えるのはこれくらいですわ。では、今日はもう失礼しますわね。エド悩んでんだな。悩むよな。僕が決めるか。みんな本当はデクスターのことをどう思っているんだろう。聞いてみようかな。みんなの話を聞いてみましょう。お？患者さんたちにも話しかけられんのかな。あ、BGM がない。ナースステーションって言って BGM なかったっけ今まで。あ、復活した。まあ時間もいいところまで来てるし、今日はここまでにしましょうかね。じゃあ次回は、エドがみんなデクスターのことどう思ってるんって聞きに回るみたいですね。まあ確かにな、デクスターのやってることは許されないんだよな。でも、許されてほしい俺も正直いる。いやてか、マーシーとスージーがそんなに悩んでたんだ。てかもう死神様、すーぐ寿命を見るやん。まあ、自分でも言ってたけどな。自分が弱いから寿命を見てしまうんだって、信じきれない自分もいるんだよな。まあ、でも見てくれたおかげで助かったからな。ほんとよかったわ。はい。まあ、とりあえず一旦終わります。シーアンでした。またね。